撮影開始から2日後、龍がそこからもうどこまで行く、新たにクランクインを迎えたキャストがいる。自分の親メモリーをこうやって比べて、仮面ライダーアクセル、照井龍役の木本峰博。座ってから踊るべき。恐るべきメモリだ。自分自身もフートの住民というか、この短期間、まあ、大体3ヶ月弱ぐらいの中でいろんな部分を見せれているので、そこはすごく現実的で楽しいですね。劇場版が始まるということはこう最終回に向かってストーリーも展開していくということなのかなと思うので、なんかこう気が引き締まるというか、そんな気分です。